こんにちは、コウスケです。今日これからワークマンの2023年秋冬物の展示会に向かおうと思います。今朝7時ですね。今日10時から始まるので、急いで行きましょうか。飛行機は8時なので、乗り遅れないように、すぐ出発したいと思います。朝晩は北海道だいぶ涼しくなって、ちょっと秋っぽい感じになってきましたね。まだ日中は暑いんですが、もうすぐ秋が来るんじゃないでしょうかね。お、今日は朝一の便なのでほとんど人がおりませんね。今日乗る飛行機があれですね。だいたい家を出て2時間半ぐらいで東京到着です。じゃあこの後は一気に都庁前まで移動しましょうか。さあ都庁前に着きましたが、ここだと思うんで A6 から出ましょうか。東京も結構暑いですが、最近北海道暑くなってきたのであんまり気にならなくなってきたかな。35度ぐらいは慣れちゃいましたね。今回はこんな感じでエリア分けされてるみたいだね。シューズエリアがこの中で一番広いかもしれない。さあ手続きも済んだので見に行ってみましょうか。会場こっちかな。なんかいつもよりも静かな感じしますが、あ、この中だね。おお、すごいね。今年も立派な展示会でございます。では入りましょうか。すいません。どうしようかな。前回ワークマン本部でいろいろ見てきてるので、今回は気になっているものをプラスで見てみましょうか。このイージス、今年新しく出るイージスですよね。今までの4種類プラスアスレが追加されるみたいです。結構動きやすい作りになっているみたいなので、まあ冬外で運動したい人向けのイージスでしょうかね。性能的には今までのと変わらないです。あ、そうだ、リトルモンスターパーカー探してみようかな。これだね。今年も欲しいですよね。コーディロイが2色とちょっと白っぽいグレーのタイプが出ています。これ発売日いつぐらいになるんだろう。9月の、はい、上旬から中旬にかけて。じゃあもうすぐ、まあ、もうそろそろ年の年のタイミングが異なったりすると、はい、タイミングが異なってくるんですけれども、まあ、おおよそ8月の上旬から中旬にかけて確定の9月の上旬から中旬。そうですね。このコーデュロイも、はい、これがちょっとタイミングが異なりまして、はい、コーデュロイですと、はい、10月に、あ、ちょっと遅いんですね。そうですね。ちょっとまだ、確定ではないんですけれども、はい、10月のセールが、10月の下旬ぐらいにあるんですけれども、そこでの発売になるかもしれない、ね、なるほど。1ヶ月遅れか2ヶ月ぐらい遅れるかもしれないか。そうですね。バズヒート今年いろいろあると思うんですけど、はい、バズヒートってどういうくくりなんですかね。ですね、もう縫製があって、はい、かつちょっと、はい、まあ、特徴のある商品なので、バズらせるっていう意味のバズ。あ、そういうことなんですね。そうなんですよ。なるほど。例えばこの商品だったら、はい、バズヒートっていうシリーズの中でも、はい、マシュマロレイ、はい、とにかく柔らかくて軽いっていうのを、はい、もう一点に集中させたような商材になってます。じゃあバズヒートの中にもいろんなシリーズがこうあるっていうことですね。例えばですね、はい、まあ、今までの防水だとどうしても動きづらくてゴワゴワしてたやつが、まあ、あ、これ防水なんですか。そうそう、あ、マシュマロレインシェルなんだ。シェルなんですよ。なるほど。なのでこの柔らかさとこの軽さ、はい、なのに耐水圧が1万。ああ、なるほど。
通常の、まあ、雨であればこれ1枚持っていただければ十分防げるような、はい、機能性は重視しています。しかも本線もあるということですね。普段使いで着やすいっていうのを重視した商品。確かに耐水圧1万糖質と1万だと、そうですね、かなり商品に比べるとちょっと気持ち弱い気もするんですけれども、でもまあカッパとしてはすごい性能が十分ですね。十分担保できております。他のバズヒートは何があるんですか？例えばこちらですね、まあ、バズヒートの、はい、こちらのシームレスワークパンツ、ワークパンツ、はい、だとか、はい、同じシリーズのワーク、はい、ジャンパー、これは防水とかではなく、そうですね、あのこちらも軽さ、はい、まあ、どちらかといったらやっぱり使いやすさっていうところを重視した。じゃあバズヒートは全体的にやっぱり使いやすさを重視したウェアが多いということですね。そうですね、多いですね。まあ、ちょっとさっきのマシュマロレインシェルも、まあ、そういう軽さ柔らかさっていう特徴があったに対して、はい、使いやすさという点で、はい、脱ぎやすさをこちらは追求した商品になっております。チャックっていうと今まで下ろすのが当たり前だったのが、はい、ちょっと強く引っ張ってもらうと、あー、スーッと落ちてくる、スーッと落ちてくる。どうしても作業の現場だったりだとか、はい、あとまあバイク乗る方、手袋をしてるとゴワゴワしちゃってチャックの開け閉めが非常に難しいっていう声がありまして、はい、こういうもう手で開けられるような仕様、はい、なので簡単にちょっと熱くなっても脱げるっていう仕様にこの商品がなってます。ちょっとやってみてもいいですか？どうぞどうぞ。これ中はブラックアルミなんですね。そうですね、もうあの以前からある欲しいので、確かにあの引っ張ったら悪臭になってるので、あ、こっからカチンって外れるんですね、はい、なるほど。こんなファスナーあるんですね。もう今回初ですね。あ、今回初なんですか、はい、でこれはここに残っちゃうんですね。そうです。なるほど。ちなみにこれ中は、はい、中綿はフュージョンダウンなんですか？そうですね。へー。なのでまあこちらの、はい、シームレスワークジャンパー、ね、はい、あれこの長いのは何ですか？これがさっきの、まあ、バズヒート同じ素材を使ったコートになりますね。あ、バズヒートのコートもあるんです、はい、一応こちらのバズヒートも、はい、まあもともとあるこの中綿の軽さ、はい、あと中にフリースだ、はい、形の生地を使用しておりまして、あったかそう、はい、どちらかというと今までは、はい、軽さがあったので作業系とかこういうものに展開してたんですけれども、はいはい、ちょっとこういうカジュアルめで、シンプルなコートに転用したっていうものになっております。バズヒートのフライヤー、フライヤー系ですね、はい、のジャケットが、あ、これですね、はい、あったかそうですね。そうですね。でこちらはまあ、こういうベストタイプもあるんですけれども、本当にちょっと軽さを重視しておりまして、はい、作業中にまあ一枚インナーとしても着れるような、あ、そういうことな、はい、あ、これ3ウェイなんで外せるっていうことですか？そうですね。あ、じゃあこれとこれは同じ製品なんですね、はい、こういう形で、膝掛けにも、あ、そっかそっか、なのでロングコート、通常丈のコート、はい、膝掛けで、まあ、スリーウェイっていう形ですね。なるほど。ファスナーでくっついてるんですね、はい、外からは分かりにくいですね。分かりづらい形になります。こちらがですね、まあ、特に私たちが推しているのはこのグラフェン編っていうものになるんですけれども、はい、ちょっと鉱石を粉末状にして、まあ、そこから作る綿になっておりまして、今まで通常使っている綿よりも、はい、こう蓄熱であったりだとか、あとまあちょっと耐熱とかに優れている仕様になっております。今年からですかね、グラフェン。これは今年からですね。じゃあグラフェンが入った他のものも全部今年からってことですね。そうですね。ただこちらの例えば、イナレム系の方にもグラフェンの綿を、はい、使用しておりまして、ちょっとこっちの方が、これが、まあ、いわゆる普通のダウンで使用している方で、はい、グラフェン、ちょっと気密性が高くて、
おお、どっちもふわふわですね。そうなんですよ。お、全然あったかそう。全然着心地だったりだとか、あと軽さっていうところは変わらないんですけれども、はい、蓄熱性だとかが非常に優れてる綿を今回新規で使っております。今までのダウンよりもあったかい。ダウンよりもあったかい、はい、これはフュージョンダウンですか。そうですね、これはフュージョンダウン、まあ、もちろんダウンもあったかいので、はい、他のものにも使用してはしてるんですけれども、はい、あと今回新しく出てるイナレムとかではこっちを使用してます。じゃあグラフェンって書いてるのは今年注目アイテム。この辺は小物系ですね。バッグとか売っております。今年もバッグいろいろあるね。ボストンバッグも、ボストンバッグもありますよ。あ、安い980円だ。なんかアウトドアとか山の中での観光にも使えそうな感じのバッグも結構ありますね。当然撥水のディアマジックダイレクトだったり、いろんな機能がついております。カバンいろいろありますが、ちょっとこれは気になるね。車中泊旅で使ってみたいかもしれない。寝袋もありますよ。今年もあったかそうな、めっちゃモコモコの寝袋。これって今一番あったかい、これが今一番あったかいものですね。これ去年のあったかいモデルと何が変わってるんですか。今年がですね、こちら全部オールダウンを使ってるので。オールダウン、上から。いや確かにふわふわだなとは思ったんですよね。これも去年なかった。そうですね、ですよね。こちらのタイプを付けさせてもらって、あと周りにこのチューブタイプのものを付けさせていただいて。なるほど。冷気が入る。あ、本当だ。周りぐるっとあったかそうですね。ぜひ入っていただいて。こちらの方が快適温度がマイナス、はい、こちらがマイナス8度。マイナス8度が快適温度。快適温度。快適温度。こちらが奥がマイナス2度が快適使用可能温度ですね。へえ。じゃあこれ最低使用可能温度みたいなのは。最低はマイナス36まで、はい、こっちがマイナス27まで。でもさすがにそれは無理ですよ ね、 そうですね、まあ、快適ぐらいが目安ですよ ね、 そうですね。じゃあこれはマイナス8度ぐらいまでは普通に寝られる感じなんですかね、はい。北海道でも使えそうですね。使えそうですね。29,800円、ちょっと高いけど、はい、他社ではもう値段が上がってくると思うので。なるほど、まあ、弊社ではねだいぶ力強い値段では出してるんですけど、はい、そうですよね、はい、わかりました。全部ダウンってことですか。そうです、オールダウンです。はい、わかりました。ありがとうございます。あ、エアディメンションマットレスかな。違う。新商品のエアディメンションマットレスなんですけど、はい、秋冬バージョンで、はい、裏面にアルミを貼り付けた。あ、なるほど。アルミエアディメンションマットレスの商品。生地裏面をアルミ生地に変更したという。はい、うん、で保温性を少し上げてるっていうことですね。変更はそれだけですか。変更はそこだけです、ね。でお値段もそのままです。あ、なるほど、はい。サイズもそのままってことです、ね。サイズもそのまま、4,900円。こっちは、こっちが一応、はい、低反発のウレタンを使ったマットになるんですけど。これちょっと新しいやつですか。これ新しいです。サイズは、ちょっと小さくして55センチ幅です。これ寝心地良さそうですね。寝心地これ多分めちゃめちゃいいと思います。よりお家での寝心地を意識した。はい。はい、なるほど。もうゆっくり沈み込む。これいいな。もともとそのオリーブの色のシンカーパイルマットレスっていう商品はいをやってた、はい、畳めないやつですよね。そうです、ですよね。丸巻きのやつなんですけど、はい、丸巻きだとどうしても女性の方だと畳むの力使うんで。いや、そうなんですよね、はい、ちょっと大変ということで今回からも蛇腹式に変えて。あ、なるほど。簡単に畳めるように。これは楽ですね。はい。これはちなみにカバーとかはないんですか。カバーはなくて取り外しもできないので、はい、あ、取り外しできないんだ。はい、一応洗濯はできない仕様なので。あ、そっかそっか、はい、こっちはできるんですよね。エアディメンションマットレスがついてるのでですよね。はい、中身を取り出して洗うことができる。へえ、はい、夏前から販売させてもらって。そうですよね、ありましたよね。これはなかったですかね。これも、あ、これ新商品です。これ新商品ですよね、はい、でもこれ普通にある、はい、まあ、いわゆる。そうですね、断熱系の。そうですよね、はい。マットになるんですけど、まあ値段が圧倒的に安い、はい、おお、1,280円、はい、軽いですね。はい、だいぶ軽いです。今年マット系もかなりいろいろ充実してますが、僕ちょっとやっぱ気になるのが低反発を使ったこのマットですかな。僕車中泊でずっと
エアディメンションマットレス、こっち使ってるんですけど、ちょっとこっちも使ってみたいね。今年これ買ってみましょうか。9月末ぐらいから発売ということでございました。プレゼンが始まりましたね。そう、ワークマンカラーズっていう新しい業態のファッション重視のお店かながあさってオープンするらしいんですよ。で、明日のプレオープン僕ちょっと行くんで、どんなお店か見ていきましょうか。ちなみにワークマンカラーズの動画は僕のもう一個のチャンネルで公開予定でございます。あ、すごい、キャンプギアとゴルフウェアが国内市場 5% 突破したみたいだね。あ、ワークマン台湾に進出するんだね。その準備で沖縄にめちゃくちゃでかい店舗作るみたいだね。ついにワークマン海外進出ですね。さあ、靴も見ていきましょうか。防寒ブーツは、お、これ僕もう買いましたよ。ブラック買ったので今度動画にしたいと思います。ケベックショートが見たいね。 あったあった。歩きやすい、絶対歩きやすい。これ欲しいな。ブーツの歩きやすいを作る。マジックテープが付いてるんで、はい、履き口が広くなって、ああなるほど、すごい履きやすいし、これすごい良さそうですよね、はい、かなりあったかそうだし、見た目も結構、はい、あ、そうですね、デザインもいいですし、ちょっと欲しいなと思って探したんですけど、まだお店いなくて。そうです、9月中くらいにはおそらく入ってくる。お店によってバラバラにはなるけどってことですね。わかりました、ありがとうございます。あ、今年ケベック結構新カラーが増えてるね。今まで、まあ、こういう単色が多かったというか単色しかなかったと思うんですが、なんかこう女性でも履けそうなカラーが増えておりますね。相変わらず軽くてコスパのいいブーツだと思います。お、なんかこのコーデュロイのジャケットかっこいいね。なんだろうこれ。あった、これだ。これめちゃくちゃ良くないですか。北海道だと秋ぐらいにかなり着られそうなジャケットですよね。すごい、これいいですね。まあ北海道の真冬は使えないですけど、11月下旬か12月ぐらい、東京だと真冬でも問題なく着られるぐらいの暖かさじゃないかと思います。ちなみに製品名はコーディロイバテットブルゾンみたいです。2900円ですね。これブラックとホワイトとこれオリーブかな、3色あって、ちょっと黒は重そうなんですが、オリーブはすごくいいですね。でちょっとサイズ大きめなのか、僕 M サイズでぴったりだと思います。ちょっとこのコーディロイのブルゾン欲しいですね。あと僕欲しいのこのコーディロイの帽子かな。フレームテック撥水コーディロイフライトキャップ、耳がすごいあったかそうなので真冬の北海道でも活躍すると思います。9月中旬とかにはどんどん出してきますので、じゃあもうそろそろ全部あの辺のコーディロイのブルゾンとかも9月ぐらいにはっていう感じなんですね。わかりました、ありがとうございます。いや、今年気になる製品はこんなもんかな。まず一つバズヒートだよね。これはすごい良さそうなのでいろいろテストしてみたいのと、であとさっき見てる感じだとコーディロイのブルゾンがあったのでそれもちょっと買ってみたいなという気がしています。あとは防寒ブーツ系だね。展示エリア的には今年そんなとてつもない広いというわけではなくて結構まとまっているので、室
一通り見たかったものは見られたかなという気がします。マークマの展示会に来るとマネキンがいろいろ服を着てるんですが、これ見て良さそうだなっていうのをたまに見つかりますよね。さっきのコーデュロイのブルゾンもそうだったし、まあ、カタログで見るのとマネキンが着てるのだとかなり雰囲気は違う感じがいたします。さすがにこれはこれはあまり参考にならないけどね。モード系ですかね。というわけで今回は2023年秋冬物のワークマンの展示会一通り見てまいりました。結構気になった製品いくつかありましたが、やっぱり今年バズヒートですかね、グラフェン中綿、グラフェン綿を使ったバズヒートが個人的にはとても気になったというのと、あとはコーデュロイのリトルモンスターパーカーかな、新色の。あと最後の方に見たコーデュロイのブルゾンもすごい良かったので、お店で見かけたら買ってみようかなと思っています。というわけで今回の動画はこれで終了でございます。だいたい秋冬物は9月中に、店舗によりますが9月中にどの製品もだいたい並ぶんじゃないかなということでございました。それではまた次回の動画をお楽しみに。